はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ハリモです。ではアルデンスケンボ続きやっていきたいと思います。で、前回カイさんがギアラに会いに来ているところで、ストロー終了して、でその次のセーブポイント、そこから再開をしております。で、早速ギアラにほんとほんと喋ってもらいますということで、リンゴ嬢様の方はですね、ギアラの方に、積み寄っております。で、カイさんお父様が殺された時もここに伝えた。おう、そんなわけありませんと。なぜこんにちは、さっきの一度だけカイが来ていたと考える理由を示せ。少女はその証拠となる情報をメイドに伝えた。指がちょうどいい時に来た時に決定機をまた眺めて、すぐそのカードを選択する。さすがだったな。クリック、ググって出た。違う、両思いも違う。夏の影しかねえ。うーわ、全部間違えた。どういうこと？シェフのハイトさんがお父様を殺される前になる他にアンコール影を、うんうん、あ、そっから番犬とかに繋げてくんだ。ベネットさん、確か警備員さんね。ベネットさんじゃないな、ピラカ番犬だね。ベントです。ベント、そういえばダメだね。番犬掘り出しちゃうの。我が家の番犬は私とお父さんを指す。解散以外に掘り出す。解散だったら大丈夫そうだろうね。中庭から屋敷の中に入りますと、この扉を引き取る必要がある。そうね、これは今さ、何を言ってるかだよね。って。誰も使いたくないからわざわざ2階だったわけです。解散できるじゃないですか、あれですか。もう庭師さんが、あ、早っ。庭師だからね、はしご。で、そうそう、解散しか用意できない。まあ、夜にこっそり会うぐらい。夜にこっそりとしか会えないか、それはどっちにしたら。まあ、これはもうこれしかないからね。両思いなんですよね。でも、望まない相手に、そして望む相手とも縛れない。お嬢様の方からの積み寄りがどうなるか、今まで私は本当にディアンたちがお父さんを殺したと思ってしまいます。まあ、そうだよね、今証拠らしい証拠あんまり出てないもんね。さて、音楽変わった。ここで本当のことをお伝えします。さて、セーブポイントがまた一つ来まして、じゃあ続きどうぞ。思ったらあるね、ここで挟まるんかい。2階バスの客間についたことだなと。こっちはこっちで何か、あー、そっかそっか、今出直した。あいつは確かにいらっしゃったなと。うん、あるでもここで加点がいったようですね。あいつは家に越えられることなく死んだけど、うん、見事に逃げてくるな。どうすんだろう、追っかけんのかな。さすがに逃がすわけにはいかないなと。まあそうね、引き止められれば。とはいえ、敷地の外に出られたら厄介。あー、リンに渡していた相手が消滅してしまったと。あ、そうなんだ。ジンがこの屋敷に入るためのミスが使われましたか。あー、なるほどね。敷地から外に出れないんだね。中庭で捕まえるしかない。あそこに逃げられたらアウト。でもこれ、こっからどうすんのよ。逃げるには行く手は阻んだ。いや、これ歩けってことね。オッケーオッケーオッケー。ここでセーブポイント挟まんの。え、次行きましょう。今回のセーブポイントの小確かに、コウモリなんでこんなところにで人になるんだろうね。それはびっくりするよ。それはびっくりするよね。さあ、怯えるじゃない人間を。怯えるなんてことは無理だよ。いやいや、暗いね、つもりだから。まあ、落ち着ける人間、無理無理。今、表に回れたのか、さそう。ああ、どこまでをやつに信じてるかね。あいつは、ピンタを打ったら、そっと思っていたら、すごい悪い。中庭が
うわスナップ面白いな、それあれブラッティは読めるけど、その先なんていうの、まあいいや、血の鎖、ここら辺チューニング臭いな。うわ、ひどい。ドットが本当にしっかり補足してる。少し話を聞きたいだけだな。まあバケモンちゃ吸血鬼なんだね。まあそうだね、リンちゃんの方が変だからね。俺はどうする気だ。おとなしく話をしてもらうには、ん？ぬるい生徒来たー。なんだっけあいつの名前、もう忘れちゃったよ。あまちゃんでいいよ。てかあんたはあんたで本当に不良だな。でもここでもっとやじゃまずいですね。ここに影が。データそれもそうだなってなって、ここに目が色が変わりましたね。知ってることを全て話してもらうと、おとなしく弱いさすれば殺しはしない。本当だよ。大丈夫かこれ。こんなんか力で支配すればいいんだろう。いやーもう不良というかヤクザというかなっていうか、本当に吸血鬼の方がこんなんでいいの？というかまたセーブポイント。本当今回セーブポイント小出しだな。とりあえずじゃあ次へ。さあその間にこっちは話は進んで、駆け落ち、あの駆け落ちですか？うん、あの駆け落ちだろうね。ベレントさん、小出した旦那さんも見たとき、あ、2人で会ったと。逃げようと計画してくれたんだね。あ、まあどうやって逃げ出すかって実際問題だよね。で、あの時間にこの部屋に来てくれと。どうしてそれを初めから言ってくれなかったんですか。まあそうだよね、そりゃそうだ。私たちが疑われてしまうのは考えられちゃうね。私たちは旦那様を殺したなんて、気絶させる理由はまだないからね。二人が襲われたことあるしね。でも本当に二人が逃げ出すつもりだったら、ベルトさんの悲鳴なんて無視して逃げればよかったんです。確かに。どうして逃げなかったのか。それは、二階から降りるなんて怖すぎるからです。無理やってるじゃないですか、こんな高いところ。あー、なるほどね。はしごで降りるなんてあの出してくれるって。知らないわけないよね。あーってことは高所恐怖症なんだな。しかも極度の。あーなるほどね。だから私言ったんです。香りくらいの地面に穴掘ってどっかでます。世界が全て平地になればいいなとか。むちゃくちゃや。じゃあさっきカイさんは何をしに来ていた？あー別の案を考えてくるから、もう一度この時間と。目隠し通り余計怖いわ。確かにアホだね、それは。もう、呆れて物も言えない顔になっている。すべて話してしまいますが。理解して、障害があればあるほど熱くなる。あー、なるほどね。望まないことを強制させられ私を連れ去ろうとする愛しい人。あー、シチュエーション。あ、こっちは、そこは納得するんだね。ロミオとジュレットは結ばれない恋。結ばれないのであれば二人で共に死んでしまおう。そこまで深く返し合って。はい、ですからきっと。死んでよかったですね。ちょっと待って、この表情で。勘違いしないでくださいね。私たちが殺すんだとか言うんじゃないです。旦那様はあれだけ奥様のことを愛していた。死ぬことで奥様と同じ場所に行けてきっと喜んでるんじゃないですか。ちょっと。
ジョーさんはそう思いません？実はずっと思ってたんですよ。なんで死なないのかなって。ちょっと？それにお嬢さんは旦那さんのためにお嬢さんを強制されていましたよね。もうそんなことしないでいいんですよ。ね、自分の意思でやってるつもりが、屋敷の皆さんもあの旦那様に本当に困っていましたし、ゴードンさんとハインツさんを襲った犯人も屋敷から出てるみたいじゃないですか。これで終わりでいいんじゃないですか。そんなことない。ね、深いじゃないな、本当に誰なのかっていうところなんだけど、すみません、悲しんでいらっしゃることを忘れておりました。でもそう思いませんか。あんな死に方じゃなきゃまだ得るかもしれないけど、この部屋から出て行ってください今すぐに。いや、そこまで気分害すでしょ。あら、絵画。しかも、すげえ怪我してるけど。ねえ、アルネが、乗っ取られたアルネが、暴力的な手段に。明らかにこの目がね。おぉ、やばい。でも喋り方とか誰も気づかないんだね。メイドの何言ってるんだ。さあ、この場はこいつに押し取られてしまって。この男の目は俺に逃げられてるわけだな。嘘はないか。俺はこの人間から話を聞いたが、食い違いがやっぱどちらがかが嘘をついている。その上でもう一度と嘘はないか。本当です、嘘はついてません。ね、暴力的なやつが今乗っ取っちゃったからね。信じてやるとするか。手当てもしてやれ。で、こっちは俺が手当てにいたあの子が急に飛び出してきたから、たっぷりと話を聞いておる。証拠は確かにで取れるかもしれないけど、まあそう考えればね、ハインツさんたちを襲ったのはアルネじゃないか。あ、本当にそうなんだ。まあ、こいつがね、アルネの本来の人格じゃないのが、こいつがね、やらかしたのはまあ予想つくところかな。いい感じに疑心暗鬼。演出ねー、最低だねー。ジュートバカスパイスを加えてやったと。俺が襲った人間どうせ死んないだろうと。まあ確かに怪我さえなかったみたいだね。まあそんだけ強いのね。さあ、ここで。お、叩いた。微妙に顔動いた。さあ、ここでまたさらにセーブポイントと。今回セーブポイントかなり細かいな。じゃあまあちょいっと短いとは思うんですけど、今回ここで止めたいと思います。あるんです憲法、まあ、ちょうどいい区切りだと思うんだけどな、なんか話の流れ的に。とりあえず次回もまた楽しんでやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次もまたお付き合いくださいませ。